はい、こんにちは、ペソでございます。ファイアエンブレム紋章など続きやっていきたいと思います。一番いいのは2体倒すことなんですけど、よいしょ。ポイント、よいしょ、 OK。 あー届かないんだ、しょうがないね。まあいいか、最大ヒットポイント上がってくれたし、よいしょ、はい、まあそこから、ああそっちへ来るんだ。おお、恐ろしい。いいよ、うん、まあ食らったと思うね。はい、秘密の店ね。輸送、ああまず鉄の剣、はい、素晴らしいね。リブローの杖はね、欲しいですよね。であとはシェイバーの書、完全にもうファイヤーとかいらないよね。あんだけ頑張って買ったけどね。
あ、マルツじゃないよ。レイピアも一本欲しいね。まあこんなもんでいいかな。マジックシールドはいいよね。はい。では玉座に着きましょう。早く終わるかもしれないけどね。はい、では制圧ですね。マルス王子おめでとうございますとね。これでようやくアリティアも解放されました。お聞きください。あんなにたくさんの市民が王女をたたえて歓声を送っていますと。アリティアの光の王子スターロードマルスに栄光あれと。はい、ということで申し訳ないんですけどね、今回ちょっと7分ぐらいでね、終わりという形になります。まあもうちょっと時間かかるかなと思ってたんですけどね、意外とちょっと早く終わっちゃいましたんでね、申し訳ございません。ちょっとキリがいいのでね、続きは次回にさせていただきたいと思います。次は15章になるということですね。またちょっとせっかくね、武器防具手に入れました、あ、防具はないや、武器をね手に入れましたんでね、またその辺の、所持をね、変える形からスタートになると思いますのでね、お楽しみにしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。